裏世界ラボ。どうして、どうしてこんなことに。私の名前は岡田由美子。バブル期ギリギリに大手企業に入社、それなりに稼ぐ夫と結婚。その後は専業主婦になり、お金にも時間にも余裕がある生活を送ってきた。おはよう、あなた。おはよう。いってらっしゃい。ふう、さて、じゃあ今日もやりますか。そんな私の趣味は財テク。財テクとは財務テクノロジーを略した言葉で、手持ちの資金を元手にちょっとした投資などで財産を増やす方法である。独身時代はバブル期だったのもあり、周りにこれをやっている人が多かった。その延長で私は今も財テクが趣味なのだ。これいいわね。夫婦の預貯金はそこそこあるので、結婚してからもこの趣味を生かし、旅費の足しにしたり自分のお小遣いを増やしたりしているのだ。だけど夫が定年になるまであと数年、それまでにもっと資産を増やせないかしら。そんなことを考えていたある日のことだった。あれ、もしかして由美子？さなえ？やだ、久しぶり。偶然 OL 時代の友人さなえに再会したのだ。さなえは同期の中で一番仲の良かった友人であり、当時は在宅の話もよくしていた。結婚してなんとなく疎遠になっていたのだが、会えば以前と同じく話は盛り上がる。由美子って全然変わらないね。エイジさんとは仲良くやってる？仲良くやってますよ。さなえは？最近は何をしているの？随分羽振りがいいみたいだけど。最近ね、ネットワークビジネスを始めたのよ。え、ネットワークビジネス？そう、それで早々に会社からはリタイアよ。おかげさまで毎日優雅に暮らせてます。へえ、ネットワークビジネスというのは聞いたことはある。でもそれって大丈夫なの？危ないんじゃない？そんなことないよ。別に違法でもないし、しっかり考えてやればちゃんと稼げるのよ。聞くところによると、友人は趣味のアロマが高じて口コミでの販売、いわゆるネットワークビジネスで成功しているとのことだった。広告費は一切かからないから、その分が儲けになると思えば怪しくないでしょ？そう、そうよね。でも、ん？私はネットワークビジネスというのはなんとなくマルチ商法のようなものだと考えていたのだが。まあ名前が違うだけで中身は同じね。でもマルチも違法ではないし、私はいいものだと思うから必要だと思ってくれる人には勧める。でも人間関係を壊したくないから、知り合いには勧めないようにしてるわ。へえ。いわゆるネットワークビジネスの活動自体は合法だが、人によってはネガティブなイメージを持たれかねない。さなえもあまり公にはしたくないようだったが、私には正直に話してくれた。人間関係を壊したくないので、友人には勧誘行為はしないと言っていたのも安心できた。だからあなた、そんなに羽振りが良さそうなのね。実はね、最近ネットワークビジネスで儲けたその元手を使って暗号資産で投資を始めたんだけど、これがまた儲かるのよ。え？暗号資産？バブルの頃は良かったけど、最近の日本は超低金利でしょ。やっぱこれからは暗号資産の時代よ。あれは可能性を秘めてるわね。何年後かにバーチャルな世界になれば、それこそ送り人になるのも夢じゃないわ。正直、暗号資産やバーチャルな世界に全く知識はなく、ちんぷんかんぷんだったが、さなえの熱い演説を聞いていると、がぜん興味が湧いてきた。ねえ、それって私でも始められる？早速さなえに紹介してもらい、暗号資産とやらの投資について詳しく話を聞くことにしたのだった。ここかしら。こんにちは、投資のご相談に来られた方ですか？はい、友人に聞いて。私はさなえに教えてもらった投資のプロという人に話を聞くため、都内のとあるビルの一室に向かった。こちらにどうぞ。看板とかないんだ。会場に社名や看板などは何もなく、ちょっと怪しいかもとは思ったが。僕以前は証券会社で営業していたんですよ。でも今の日本じゃ、資金を運用してもお金を増やすのは難しい。富裕層の顧客に向けて資産運用をサポートしたくて脱サラしたんです。僕の夢は日本にもっともっとお金持ちを増やすことなんです。その人の話を聞くうち、そんなことはどうでもよくなってきた。投資の鉄則は分散ですから、一つの商品ではなく複数の商品を保有すべきなんです。へえ、元証券マンなら信用できるわ。今からビットコインに関わる投資商品の説明会があるんですよ。よかったらぜひご参加されませんか？
というわけで、その日に行われていた説明会に参加したのだった。意味不明だわ。詳しい内容は全くわからなかったが、簡単に言うと、現在ビットコインの相場が上昇しているので、今すぐ投資すれば確実に儲かるということらしい。初期投資は30万円からですよ。30万円くらいなら、もしなくなっても、まあなんとかなるわね。よし、私は投資を決めた。スマホにアプリを入れてもらうと、画面上でビットコインが増えていく様子がわかる仕組みになっている。これで毎日配当金が出ますので、いいタイミングで出金してください。へえ。簡単すぎて不安になったが、その言葉の通り、毎日ビットコインは増えていった。どうしたユミコ、最近変だぞ。別に。投資のことは夫には言わなかった。お金をたっぷり増やしてから、サプライズで喜ばせてあげたかったのだ。その後、ビットコイン自体の価格も上がり続け、4ヶ月ほどで20万円の利益が出たので売却。これはいい。こうしてあっけなく利益が出たことが、私の成功体験になってしまったのだ。ビットコインを利用した投資が2つほど紹介できるんですが、どうします？絶対に儲かりますよ。この後も夫の定年までにお金を増やしたいという思いから、私はさらなる投資を決意した。やります。というわけで、新たにビットコインを扱っている数カ所の取引所の価格差を利用して、利益を得る投資をスタートしたのだが、振り込みが止まってる。おすすめされるままに申し込んだ40万円の投資プラン、毎週運用益の振り込みがあるということだったのだが、3週目からその振り込みが止まってしまった。会社のアナウンスによれば、海外からの多額送金により銀行でストップがかけられてしまったので、確認次第振り込みを再開するとのことだった。それなら、まあ。しかしその後、運用益が振り込まれることはなかった。後から分かったのだが、資金を集めていた会社は金融商品取引業の登録がなかったため、違反行為を行ったとして金融庁から摘発されてしまったらしい。どういうことなんですか？投資にリスクはつきものですから。私の手元には運用益14万円だけが残った。そんなことがあるなんて。しかし、不幸はこれだけでは終わらない。同時にもう一つ申し込みをしていた暗号資産の投資商品、そっちの方は自分と夫の名義で合計2口を申し込んでいた。しかし、こちらも4ヶ月経過した頃に出金ができなくなってしまったのだ。どうして？理由は運用会社による一方的なルール変更。管理口座内の資金は全て暗号資産に転換の上、資金は1年以上引き出しができないとのアナウンスが出たのだ。1年経過後、もちろんその暗号資産は多くの人が出金に殺到したため、相場が暴落。この投資は大失敗に終わった。夫の名義を使って投資に失敗したことが知れたらまずいわ。この時点で私の損失額は120万円。さすがに100万円以上の損失を出してしまったことを夫に正直に話す勇気はない。どうしよう、何とかして取り戻さなきゃ。夫に切り出せなくなった私は、バレないうちに投資で取り戻すしかないと考えた。仕方なく夫婦の貯金を切り崩し、また新たに投資を始めたのだが、上がれ上がれ上がれ。しかし所詮、知識のない私の投資、一発逆転を狙おうとしてしまったこともあり、結果は惨敗だった。嘘。夫婦の預貯金は元々の金額の3分の1になった。さらに折りやしく、夫は早期定年退職を予定していて、60を前にして退職してしまったのだ。積んだわ。ようやく退職だ。今までお前にも世話になったな。貯金もあるし、退職金で少し海外旅行でも行こうか。あなた、実はこれ以上隠し通せない。そう思った私は、夫の退職祝いの日、全てを報告した。分かってたら退職なんてしなかったのに。ごめんなさい。その後、私と夫はそれぞれパートに出ることになった。まったく、なんてことをしてくれたんだ。ごめんなさい。それでも年金が入れば少しはマシになる。それだけを心の支えに、私は今日も頑張ってパートに行く。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。